はい、無謀生家庭の山崎と申します。今日はよろしくお願いいたします。7年前のある日、ある優秀な女性社員が私に言いました。結婚することになりました。旦那の仕事で松本市へ引っ越しをします。だから6ヶ月後に退職をします。現場仕事が中心の羽根であっても、ライフステージの変化に対応できる女性社員が働き続けられる環境を整えることができないか、そしてそんな会社で私はありたいと強く願い、私の挑戦はそこからスタートいたしました。ヌボー製菓店の会社の紹介をさせていただきます。創業1974年、現在私がですね、2代目の社長という形になっております。長野市内に3店舗の花屋がございまして、売上2億6000万、社員13名、パート従業員10名、社員のうち9割が女性で平均年齢35歳ということで、至ってごくごく普通の地域の花屋さんでございます。今回、この私のメッセージを通じてですね、皆様に小規模事業者であっても、やり方次第で、従業員に対して多様な働き方を提供できる可能性があるということ、そしてそういった多様な働き方の実現が企業の稼ぐ力を向上させることができると思う点、そして小規模事業者こそが DX が武器となり、我々はですね、オリジナルシステムと多いの一切持っておりませんので、実現性、再現性の高い施策ではないかなというふうに思うに至り、今日この場でお話をさせていただいております。私の経営理念は三方よしということで、買い手よし、売り手よし、地域よしということを理念にしております。この女性社員から話があった際にですね、やっぱり私としても女性活躍、女性が働き続けられる環境づくりということが貢献できないかというふうに思うにあたりまして、今回この DX というのにね、取り組んできたという経過でございます。まず取り組んだことは、この辞めようと思っている女性社員をですね、リモートワークできる環境を整えるから続けてもらえないかというこの説得が一番大変でした。やはり中小企業にとってですね、事例を0から1を作るというのが一番大変だというふうに思います。これはですね、私の思い、熱い思いしかないというふうに思いますが、3ヶ月かけて何とか説得をした上で、リモートワークで可能な社内業務を一つ一つ洗い出していってですね、独立して業務が成り立つ分野からですね、徐々にスタートをしていったということでございます。当時7年前はですね、まだまだリモートワークというのがそれほど広がっておらず、このリモートワーク環境をですね、整えるに至り、まだまだ少なかったクラウドツールを活用せざるを得なかったという環境がございました。ですので、私はですね、DX をするということが目的だったわけではなく、あくまでもこの女性のですね、働きやすい環境づくりという一環でですね、これまで続けてきたという経過でございます。当時、徐々にありますが、導入していったクラウドツールの一覧がここにございまして、今でもこれらは全て使っております。社内コミュニケーションだったり、社内のデータ共有だったり、まずは、独立してできるですね、会計財務業務からスタートしていきましたけども、マネーフォワードを活用してですね、給与勤怠の業務だったり、そしてスマート HR を使ってですね、労務の業務をですね、全て電子化、そしてリモートワークでできる環境を整えたり、あとは支払いの業務ですね、請求書が来たものをしっかりと支払いを期日までにお支払いをするという点もですね、すべて電子化してリモートワークできる環境を徐々に徐々に整えていくことができました。我々がですね、IT ツールを導入する際に大事にしている考え方がございまして、小さく始めて大きく育てるということが一番でございます。やっぱクラウドツールの、汎用的なクラウドツールの一番いい点は初期導入費用が安くて、かつ月額費用も決して高くないという点ですので、とにかく失敗を恐れず、どんどんやってみるということをやってきてました。で、我々もですね、数多く失敗をしてきまして、導入いただなかったツールもたくさんございますけども、その中で生き残ったのが先ほど紹介したようなツールでございまして、それに関しては徹底的に社内に浸透させて使い倒しております。で、このツールを選定する際はですね、できる限りツール間の連携というのが業務効率化に直結しますので、その点と、利用率が高いツールを選択すると。かつ、利用率が高いということは何かしら、たくさんの会社にとって役に立つということだと思いますので、我々は業務に合わせてツールを選ぶという観点ではなくて、ツールに合わせて業務を変えていくと、その方が早く、しかも効果を早く出せるということが分かってきたので、そういった考え方でツールを活用しています。そして、
やっぱり我々みたいに小さい会社はですね、トップ自らが積極果敢に使って導入をしていくと、こういう姿勢がですね、非常に重要だということも非常に痛感をしています。で、そんな、このある社員のですね、やっぱり働く環境を整えると、そしてそれが女性にとっての働く環境の整備につながっていくと信じてやってきた中ですね、だんだん気づくことがありましたと。で、リモートワークでやろうと思えばできる業務は山のようにあるなと。ただ、現場でやった方が早いよねと、こういうことで見送られていく業務、リモートワークではなく、現場でやるということを続けていく業務がたくさんあったと。ただ、これは本当に正しいのだろうかと。で、我々みたいな中小企業はですね、ある社員がですね、複数の業務を常にパラレルでやっている状態というのが、ある意味当たり前だし、それが常識だし、それが固定概念だったと、私は思っています。ただ、それって本当のところ、顧客最適化になっているのかなと。お客様から見てそれが本当にあるべき姿なのかと、こういうふうに考えますと、現場はですね、やはり我々であれば接客だとか、そういったやるべき仕事に集中できる環境構築をしていかなきゃいけないと、こういうことに徐々に徐々に気づいていくことができました。その結果ですね、社内の業務をもう一度整理し直して、現場がでなくてもリモートワークチームでやれば若干非効率かもしれないけども、その空いた時間によって現場がクリエイティブな仕事に集中できると。いうことが結果的に売上利益の向上につながるんじゃないかという仮説のもとですね。またですね、様々なクラウドツールをですね、徐々に徐々に導入をしていきました。まあ、顧客管理ツールだったりですかね、請求、入金業務などを活用してですね、お客様に対する対応スピードを上げたりだとか、受注業務を電子化することでお客様とのやり取りをよりスムーズにしたりとかですね。で、個人のお客様に対しても同様な考え方でやっていく。で、右下に業務支援というふうに書いておりますが、私どもはですね、このリモートワークチームが最初1人からですね、今4名まで拡大しておりますけども、このチームをですね、昔は管理部というふうに呼んでおりましたが、業務支援事業部という形で呼んでいます。全社のですね、様々な現場業務を支援する。それによって全社の労働生産性を上げていくということをミッションにした事業部ということで成り立たせておりまして、まあ、結果的にですね、それが大きな成果を生むことになったというふうに私は思っております。数字的な成果としましては、一番はですね、社員一人当たりの平均給与が当時に比べてですね、1.2 倍。これは初任給も含めてですけども、1.2 倍まで今は来ています。やっぱり花業界、今ですね、非常に儲かってない企業が多い中で安定したですね、利益を叩き出すことができて、かつですね、平均給与を上げ続けることができているというのはですね、我々にとって非常に自信の持てる内容になっています。しかもですね、この期間中実は売上というのはですね、ほとんど変わっていない中で、利益率だけが上がっているということが実現ができております。まあ、その他の業務、成果としても、ジョブ型雇用といってですね、様々な業務を切り分けていく中でですね、これは外部に頼んだ方がいいな、専門人材に頼んだ方がいいなと、こういう業務が多数見受けられたので、そういったものをですね、様々なものを活用してですね、人材を採用して、例えばチラシのデザインだったり、SNS の運用だったり、データ入力の専門人材だったり、はたまたですね、今海外に住む日本人も一人採用しているんですけども、その方はですね、時差によって我々パートさんがですね、できない時間帯に業務ができるということで、そういった人材も採用して、よりスムーズに業務が進められるような体制を整えることができております。また、こういった働き方の選択肢、従業員にとっての働き方の選択肢が増えたことがですね、新たな人材獲得の一役になるということで、やっぱり今の若い人材はですね、非常にこういった点を重視して就職活動をしておりますので、非常に就職活動によってもですね、非常に我々にとって大きな武器になっています。かつ、クラウドツール自体が7年前に比べるぐらいですね、非常に進化しておりまして、多様な選択肢が生まれています。それらをですね、我々は導入をもうすぐにできる。そしてそれをちゃんと社内に浸透するノウハウを持っているので、非常にそういった意味ではですね、競争力が非常に向上しているなと、こういうことを実感していると、こういうことでございます。私には夢がございます。それが、我々のノウハウを使ってですね、全国各地の花企業を儲かる企業へと変革をしていきたいと、こういうふうに思っております。まあ、一人の社員の話から始まったこのストーリーがですね、全国各地に波及していけば、非常に素晴らしいことだなと、私は信じておりますので、これからも頑張っていきたいなと、こういうふうに思っております。本日はありがとうございました。